が一堂に会したという22チームその顔ぶれです。プレミア、チャレンジ1、チャレンジ2、まあ、チーム数も櫻井さんどんどん増えてますし、女子バレーのレベルも上がっていると言えますよね。そうですね、やっぱり、はい、競技者人口が増えることでやっぱり受け皿というか、本当にバレー続けたいっていう選手がたくさん増えることがすごくいいことだと思います。はい、それに伴って今櫻井さん言われたようにこのバレーボールファンも非常に増えてまして、今日は会場前にもかなりこう長蛇の列がね、はい、入場ゲートの前に見られました、はい、選手も本当やる気が出ると思います。はい、さあこの B コートではグループ D 22チームを6つのグループに分けております。このグループ D は NEC レッドロケッツ、そしてこれから対戦を迎えるデンソーエアリービーズ、そして柏エンゼルクロス、プレステージインターナショナルアランマレという4チームになりました。2試合行ってそのポイントによりまして次の2次リーグ、そしてまあ順位決定戦へ回るということに、その順位を決めることになります。さあこの大会初戦となりますデンソーエアリービーズ、昨シーズンは V プレミアリーグ7位で、まあ、残念ながらファイナル進出はなりませんでした。チャレンジマッチに進んだんですが、まあ、ここで櫻井さん、はい、残念ながら、はい、PFU に敗れましてね、はい、はい、そうですね、ちょっと悔しい結果にはなってしまったんですが、セットカウントですね、はい、またみんな新しくゼロから始めるというつもりで今シーズン向かっているので、はい、今日の試合もとても楽しみですね。まあ、いわゆる今シーズンはチャレンジ1から昨シーズンの、来シーズンのプレミアを目指すというね、はい、まあ、ですからもうそのプレミアに向けての戦いは始まっていると山口監督も話していました、はい、さあ一方対戦するプレステージインターナショナルアランマーレ、こちらは昨シーズンからチャレンジ2で戦いの場を迎えています。まあ、残念ながら5チーム中5位という成績でしたが、北原監督も言っていました、非常に手応えをつかんだシーズンだという話をしてましたね。山形で実業団のチームがなくなってしまったので、そうですね、パイオニアがね、はい、廃部になりまして、はい、また新しいチームができたということで、はい、山形 の人たちもすごく喜んでるって話は聞いていますし、なるほど、応援する熱がすごくやっぱりあったんですよ山形の、はい、ありがたいことですよね。そうですね、はい、プレステージインターナショナルが、まあ、運営するというこのインターナショナルアランマーレ、山形秋田に、まあ、スポーツクラブを作ろうということで、バスケットそれからハンドボールをねクラブとして運営しています。まあ、その一つこの女子バレーボール部ということになります。非常にフレッシュな新人も増えて、まあ、2年目の手応えを感じていると話していた北原勤監督です。V リーグ勢を22のクラブ、この大会は6つのグループに分けております。 A、B、C、D、E、F、G、 E、F という6つのグループに分けております。まあ、そういった中では、まあ、下のカテゴリーのクラブになってはですね、まあ、上位のチームにこう挑戦し対戦することができるということで、はい、非常に貴重な経験を積む場だとも言えますよね。はい、先ほど1試合目行われましたけど、はい、下のカテゴリーのチームがセット取ってますからね、うん、そうですね、しかも3セット目もギリギリまでどっちが勝つか分からないところまで、はい、互角な戦いをしているので、はい、本当上の、上だからといってうかうかしてられないですし、下ももう恐れることなくどん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 自分たちの力を発揮して、戦ってほしいと思います。そうですね、はい、B コートの1試合目では、まあ、グループ E の NEC がね、はい、チャレンジ1の柏にね、はい、はい、本当に最後フルセットの末ね、はい、どちらが勝つか最後分からなかったですからね、もつれましたよね、はい、セットカウント2対1で初戦に勝ちました、はい、さあこれからこの B コートグループ D の、まあ、初戦になります。デンソーエアリービーズプレミア、そしてプレステージインターナショナルアランマーレの対戦ということになります。
ちらがデンソーエアリービーズです。まあ、デンソーといいますと今日解説の櫻井美香さんにとってはもうフルス、はい、そうですね、はい、19年ぐらい、うん、このチームでお世話になったので、はい、とてもまあ、心があるチームなんですけど、でもだいぶ私がやっていた時より選手の数もメンツも変わったので、はい、新しくどうっていうんですかね、新人、私の中では新人というか新しいフレッシュな、子たちがたくさんいるので、それも楽しみなところです。はい、なるほど、はい、さあそのデンソーエアリービーズに挑むのがこのプレステージインターナショナルアラン・マーレということになります。ただいまから2016Vサマーリーグ女子大会予選グループ戦 A コート神戸フェニックス対大阪スーペリアーズ、 B コートデンソーエアリービーズ対プレステージインターナショナルアラン・マーレ、 C コート PFU ブルーキャッツ対群馬日光グリーンウィングス、デーコート JT マーベラス対 GSS 東京サンビームスの試合を開始します。この試合の審判を紹介します。 A コートファーストレフリー松延良一、茨城県。セカンドレフリー浅見康人、愛知県。B コートファーストレフリー小滝健二、北海道。セカンドレフリー飯田和明、広島県。 C コートファーストレフリー新田博之、神奈川県。セカンドレフリー早坂幸宏、宮城県。デーコートファーストレフリー前川清隆、広島県。セカンドレフリー岡田隆、奈良県。以上です。さあ4つのコート、このメインアリーナでは4つのコートで試合が行われます。お送りしております。 B コートではデンソーエアリービーズ、3番坂本、4番工藤、5番石井、11番宮本、17番田原、18番丸本、そしてリベロは9番の本地と1番の中本というメンバーです。そしてこちらがサブのメンバーです。鈴木、中川、森田、山田、堀江、石田というメンバーです。さあ一方のプレステージです。スタメンは2番の佐藤綾、8番田村、9番戸田、12番佐藤、14番丹野、15番浅川、11番森、リベロです。そしてもう一人3番の佐藤、そしてこちらがサブ伊藤セレナ、松尾、中田、三沢、佐藤、佐紀というメンバーです。2016Vサマーリーグ予選リーググループ D、 デンソーエアリービーズ対プレステージインターナショナルアラン・マーレの対戦です。まあ、チャデンジ2が昨シーズンまでのプレミアデンソーに挑むという戦いになります。さあ櫻井さん、はい、どんなところ注目していきましょうか。まあ、デンソーにとっては、新リーグというか、チャレンジ、1に
今落ちてしまったんですけど、はい、そこからやっぱり、気を引き締めてこの数ヶ月やってきたと思います、はい、その結果が、いかにここで出せるかっていうのが、ベースにとっては一番の大きな課題だと思います。なるほど、はい、そしてプレステージですけど、まあ、昨年初めて V リーグに出たということで、まあ、何もわからない状態で、まあ、リーグは行ったと思うんですけど、はい、まあ、大体周りが見えてきて、そして今年、サマーリーグということで、はい、まあ、どれだけ自分たちの力が通用するかっていうところも分かっていると思うので、はい、どんな戦い方をするのかがすごく楽しみですね、はい、さあメッセージのサーブで始まったこの B コート今日の第2試合です。さあ伝送は右から強烈なスパイクを見せました18番丸本。今ちょっと少しストレート打ったんですけど、はい、まあサイドラインをちょっと切ってしまいましたね、うん、ポイントはプレステージ1番田村のサーブが続きます。バックからもう一度丸本、まあ、丸本選手は左利きなので、はい、ブロックの突き方がちょっと右利きの選手とは違うので、うん、そこを早めに対処できるかっていうのがプレステージの、作戦ではないかなと思います。なるほど、はい、オポジットのポジション丸本です。177センチ。さあ伝送のサーブ、そしてベストエージはレフト、うん、ダブルコンタクトがありました。ドリブルです。ポイント伝送2対1。さあおっとレセプションがちょっと乱れました。さあそこを伝送はつなぎでワンタッチ狙いました。今ちょっとトスと合わなかったんですけど、まあ、坂本選手がうまく空中でバランス取って、そうですね、はい、人のいないところを狙いました、ね、はい、伝送3番の坂本、3点目が伝送に入っています。これはこれも合いません。プレステージ、さあここも坂本、しかしスパイクミス。プレステージ2ポイント、サーブ権がプレステージ。15番の浅川、エンドラインわずかに割ってしまいました。まだまだなんかお互いに動きが硬、はい、ね、いですよね、はい、うん、これがやはり初戦の難しさということが言えますか。はい、まあ、体育館の場所もやっぱりこう目の入る位置っていうか、はい、ボールが入る視野とかが全く違うので、そこに慣れるっていうのも、はい、もう一つの作戦というか試合を臨む上で のいろんな準備の上でのことだと思います。なるほど、桜井さんはこの会場に入った瞬間のこう印象、はい、コートから見るこうスタンドなんですが、距離感含めていかがでしたか。はい、私正直言うとすごく広い体感あんま好きじゃなくて、はい、でも今ここエンド後ろが、まあ、そこまで距離がないので、はい、やりやすい体感だと思いますね。うん、4面も使ってこのメインアリーナ、 B コートではグループに伝送対プレステージの一戦、今5対3と伝送2ポイントのリード。強烈な丸本のサーブです。今すごいいいコースでした ね。左利き、もう先ほども言いましたけど、はい、左利きってやっぱりちょっとボールの回転がまた違うので、今のコースっていうのはなかなか拾うのは難しいコースですよね。はい、さあその丸本のサーブが続く伝送、今度はどこ、あ、これもエンドラインいっぱいに入っています。1本目まあ、対角クロスの奥で、はい、また次大体もう1本狙われたら次とかそこをプレステージ的には警戒するんですけど、完全に今逆狙いましたね。逆でしたよね。さあ今度は丸本がどこを狙ってくるか、ジャンプサーブが続きます。中央に来た、これも落ちた。そうですね、変化してますね。はい、落ちましたね。はい、
一本一本しっかり考えてまた狙ったところにサーブが打てるっていうのはかなり練習している証拠だと思います。なるほど、はい、昨シーズンはレギュラーシーズン17試合に出場したこの丸本です。デンソー、これも落ちています。レシーブがちょっと乱れた。今ちょっとセッターが、そうですね、ダブルコンタクト、はい、ドリブルを取られました。まだまだ9点目デンソー、プレステージらしさがまだ出し切れてないです、ね、そうですね、はい、さあこの丸本のサーブが変化を見せている。これもあまりいいボールが返らないが決めました。レフトから、まあ、今ブロック2枚ついてたんですけど、はい、本当に綺麗にクロスコース抜きましたね。うん、アンダーで上げるが軽く返していそう。さあプレステージ、これは入れただけ。移動した5番の石井が決めています。まあ、大体試合やっぱり初めてやる相手っていうのはしかもサマーリーグなので、はい、今まで大会に出ていないような選手はお互いに出ていると思うので、はい、まず、まあ、最初は様子見というか探り合いと言います、はいはいはい、ですからまあ上のカテゴリーのチームにあっても相手が何をしてくるか分かんないというところは、ね、ありますね。一番怖いチームです、はい、チームが。さあこれは押し込むな。タッチ、あ、そうですね、タッチネットがありました。セカンドレフリーからピールがありました。11点目デンソーに入ります。さあ今度は3番坂本、デンソーのサーブです。あっとプレステージにとってはちょっとアンラッキーでした。はい、今もでも一本一本サーブを打つコース変えてきているので、そうですね、うん、チームでもしかしたらそういうふうに指示が出ているのかもしれないですね、はい、チーム一丸となって諦めない粘りのバレーを展開したいと話していたデンソー山口監督。2枚のブロック、さあこれは軽く返すだけ。中央から5番の石井です。ポイントデンソー13点目。今そうです、プレステージの方が点数取られてしまったんですけど、はい、1本目あってリバウンドを取って、うん、何回も、まあ、1本で決まらないとは思うので、はい、何本も何本粘り強くやっていくことが今大事なことかなと思いますね。とにかくそのあたりを強化してきたという北原監督です。プレステージ、まあ、胸を借りるつもりもあるし、選手にいかに経験を積めるかということも話していました。試合前です。13対4、デンソーが大きくリード。第1セットです。コスがちょっと乱れた。さあこれも丸本返せません。プレステージまだまだちょっと体が硬いですね。まだね、はい、14対4。ちょっと点数が離れてしまうと、はい、もう先のことじゃなくて目の前の1点1点に集中して、まあ、追いつこうっていうことじゃなくて、この1点をどうにか取る、はい、どう取るかっていうのを大事にしていった方が、いいと思います、ね、なるほど、はい、気持ちの戦いにもなると話していたプレステージの選手たち。さあこれもレフト、ボールコンタクト、いいコースに打ち込んでいきました。18番の佐藤千咲です。全員で本当に1対1で戦ったら、まあ、勝てないとは思うので、はい、いかにチームで戦うかっていうのが、まあ、お互いそうだと思うんですけど、1人で戦わずに全員で戦ってほしいと思います、はい、うん、5番の石大きく動きました。さあ今度は2だ、返せるか。プレステージどこに使うか、センターからありません。これフェイント、タイミング合わない、
決めるか。いいコースに打ち込みました。15番浅川、今ぐらいやっぱり、ね、粘って粘って粘りましたね、はい。これがやはりプレステージの理想とするバレーなんでしょうね。そうですね、はい、やっぱりチーム力っていうのが一番大事だかなと思います、ね、さあ5、6と連続ポイントです。プレステージしかしいいシーマスパイこの拾っています。プレステージ守りました。これもショーのスパイクはアウトです。でもちょっとトスが低かったね。そうですね、セッターはこの田原です。連想さあプレステージ、14番丹野のサーブ、連想はリバウンドをうまく狙いました、はい、高い位置からの奥を狙うっていうのは、そうですね、完全に今ブロックの上ですね、はい、あそこなかなかブロックの上からあの奥を狙う、そうですね、はいはい、私もまあリベロだったので、すごく分かるんですけど、うん、あそこはちょっとレシーブ入ってないですもんね。あ、それが見えたわけですね、はい、さあここはフェイント、冷静なプレーでポイントを奪いました。プレステージ15対8、12番佐藤理香、プレステージネット、ブロックでポイントを重ねます。プレステージ2枚、これは綺麗なブロックですね、はい、いいですね、はい、2枚揃っていたんで、はい、これも綺麗だったと思います、はい、さあしかし伝送は校長丸本がサイドアウトです。16点目、伝送今ちょっとあの伝送の方も連続失点していたところで、はい、あのまあ、いい風に切ってもらえた、うん、来たと思います。これ大きいですね、はいはい、サーブはセッターの田原、2枚のブロックを破りました。今あのすごくブロックを利用した打ち方でしたね、はい、もう18番の佐藤千咲、はい、ブロック来てるって分かってたので、はい、さあここでプレステージは2番の佐藤彩を入れます。10点目、6点差まで追い上げてきましたプレステージ。これも丸本1枚ブロック、丸本がよくついていた。プレステージ変わった佐藤彩、電車のタッチネット、あ、タッチネットがありましたが、11点目がプレステージに入りました。5点差追い上げてきました ね、 そうですね、はい、まあ、本当に1点ずつ今はコツコツと、はいはい、2枚のブロックはサイドラインアウトです。ポイント伝送17点目、さあ伝送は4番の工藤のサーブです。大きく振る2番の佐藤彩、リバウンドボールは拾えませんでしたが思い切った攻めを見せました。プレステージポイント伝送18点目。そうですね、ちょうどあの伝送のチームで一番ブロック高いところでしたからね、その2枚が、ブロック飛んだので、ま
ちょっと利用した打ち方をしたら変わったかもしれません。前半バタバタってしたけども、はい、さあタイムアウトです。そこのところで今ちょっと落ち着いてきてね、というところでそこから落ち着いてからはそのままパンパンパンってきてるので、やることだけしっかりやっていいですか。特別なことじゃなくてちょっとずつ落ち着いてこいいですか。はい、自分たちやること確認して。さあ北原監督が一つ一つやることを確認してというね、今指示が聞こえました。まあ、どうしてもあの点数が離れると焦っちゃうんですよね、はい、で目の前のことじゃなくても先のこと先のことにどん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 考えてしまうので、はい、今みたいにあの自分たちのやるべきことっていうのをもう一回みんなで考えてやるっていうことはすごく大事なことだと思います、はい、昨シーズンは手探りだった、しかし今シーズンは成長を意識したシーズンだと話していた北原監督。プレステージ、さあサーブはデンソーです。でも変化した佐藤綾、しかしデンソーのブロックです。高いブロックが揃えましたね。18番丸本、11番宮本ともに177センチ。思い切っていったんですよね。そうですね、ステージもね、はい、すごい気持ちはもう見てて気持ちよかったんですよね、はい、まさにこう北原監督の言うね、うん、気持ちを大切にというプレーでした、はい。もう一度佐藤綾、今度はコンタクトがありました、うん、まあ、今みたいにブロッカー2枚、自分アタッカー対ブロッカー2枚とじゃなくて、はい、ブロッカー1枚と勝負するとああいうふうに点数取れるので、まず目の前のことですね。はい、連想はここで7番の中川が入りました。中川千歳2シーズン目。さあプレステージのサーブからここはブレイク決めています。デンソー3番の坂本七香、今ブロックついていけてないですもんね、はい、早い攻撃だったと思います。うん、やはりこの辺りがどうでしょう、プレミアチャレンジというね、はい、差にもなっていくんでしょうか。21点目連想に入ります。3セットマッチで行われている予選リーグです。2016Vサマーリーグ3セットマッチでポイント制なので、はい、本当に1セットがすごく大きいですね、はい、いつも の5セットマッチより本当にすごく大事にしないとダメだと思うので、ね、ね、集中力というか本当に一瞬も気を抜けない戦いになっていると思います。まあ、22チームが一堂に会するというのも本当に珍しいんですが、これまでにはないサマーリーグということになっています。豪華ですよね、本当に豪華ですよね、まあ、いろんなタレントをね見つける、これからこうどんな選手が伸びてくるかというね、発掘するのも面白いですね。伝送に22点目、さあプレミアのチャレンジはもうすでに始まっていると話している山口監督、その言葉通りにもう一戦一戦が勝負だというね、伝送の逆広いプレステージ、佐藤綾2枚ブロックをゴールコンタクトがありました。うまいスパイクを見せました。この方よくねレシーブ良かったですね、はいはい。8番の田村です。セッター、さあプレステージ14点目からサーブは佐藤綾、アルブトを使ってくる、ブロックを抜いた、破りました。14番菅野です。今のレシーブも本当にこの1本目がセッターにもバッチリなんですよ ね、はい、いいボールですね、はい、そうするとセッターも組み立てやすいですし、はい、アタッカーも落ち着いて助走を取れたりするので、今すごくいいレシーブ、はい、レシーブの1点ですよね、今鍛えられてるなという感じがしますね、はい、佐藤綾のサーブ、あーこれは中央から速攻です。5番西に伝送、石井選手は私とやっていた時は、はい、レフトのアタッカーだったんですよ。それで、まあ、ちょっと最近、まあ、ミドルになったんですけど、はい、もう器用ですね、みたいな
もう8シーズン目になりますかね、うん、八王子市選出身。さあプレステージが粘りを見せています。この第1セットの後半の戦いです。サーブはプレステージ14番のターンノです。前走は返すだけ。さあこれはチャンスです。プレステージ丸本サイドライン割っています。コンタクトボール、いいとこ狙ったんですけど、ね、はい、まあ、常にこの人は狙ってますよね、うん、そうですね、はい、相手のコートしっかり見えてると思います。17点目プレステージ、うん、パンのこれはサーブミス。プレステージは今シーズンは特にあのサーブに力を入れてきたと。これまであまり練習しなかったんだけれども、まあ、やはりバレーの、ね、始まりはサーブということで、北原監督もその辺の強化に努めたと話していました。佐藤綾さあここは軽く返すだけ。伝送ブロード完璧でしょう。ラリーが続いています。あっとひれるか。プレステージ粘りましたがポイントは伝送です。第セットは25対17で伝送エアリービーズが取りました。元全日本女子桜井優香さんの解説でお送りしているデンソーエアリービズ対プレステージインターナショナルアランマーレの初戦です。さあ25対17、まあ、デンソーが一気に突き放すかと思ったんですがプレステージも粘った大セットですよね。はい、出だしはお互いにちょっと動きが硬くて、まあ、どうなることかと思ったんですけど、まあ、伝送がちょっと抜けてて、でもプレステージも諦めずに途中ちょっと盛り上げたところもあったので、はい、だいぶプレステージの方も緊張がほぐれてきたとは思うので、次のセットすごく出だし入り方っていうのはすごく大事になると思いますね。やれるという手応えはおそらくプレステージの選手の中にもあったんじゃないですか、はい、この第1セットで。まだまだ自分たちのバレーをしてないと思うので、はい、相手にとったらまだどんなことをしてくるかがわからないんですよね。それで次のセット自分たちのバレーを最初から出してしまえばもう相手はちょっと驚くというか焦ると思うので、そこを一気に点数でこのセット次のセット取ってフルセットまで、もつれるように、考えた方がいいと思います。はい、さあそういった意味では、まあ、伝送が一気に畳みかけるのか、あるいはプレステージがさらにこう粘りを見せるのかということになりますが、はい、まあ、伝送も点数、まあ、勝って17点でしたっけ、勝ちました、はい、勝ちましたけど、まあ、それぞれ伝送もいろいろ反省する点もあったと思うので、はい、もっともっと完璧なバレーを目指してほしいと思います。なるほどね、はい、さあ今第1セットのハイライト、この伝送の高いブロックが映っています。丸本宮本という2人、丸本選手本当にいいですよね、はい、バックアタックも、前衛からもブロックもすごく今日は、今日はというかいい活躍をいいものを持った選手だと思います。はい、サーブも良かったですもんね。うん、そうですね、特に、はい、変化する落ちる、はい、あるいはコースを打ち分けるというね、はい、はい、ということを踏まえますとそれぞれのこの第2セットということでは、はい、まずこう伝送から見た第2セット、はい、どんな狙いでいきましょう。まだまだちょっとよいしょよいしょでミスが出てしまって、はい、まあ、先ほど途中で連続失点がありましたけど、連続失点をなくすということが一番大切かなと。あともっともっとサーブでどんどん攻めていけると思うので、はい、まずはサーブで攻めて相手を崩してから の高いブロックもありますので、はい、その組織的なバレーをして、点数を少なく
勝ってほしいと思います。なるほど、はい、さあ、まあ、チャレンジ2のプレステージに粘られたというこの昨シーズンまでのプレミア連勝エアリービーズ。第1セットを取りまして、これから迎える第2セットということになります。第2セットのスタートメンバーは第1セットと同じということになります。連想のサーブという第2セット、17番の田原のサーブから始まります。これも2枚のブロック、また今度はライトからというプレステージ。さあ丸本のスパイク、連想バックからレフト、ちょっと合いません。タイミング押し込まれました。ポイントはプレステージ。そうですね、連想も今みたいなあの、粘りが途中でちょっとミスが、はい、あのまだあるのかなというところがあるので、はい、つなぎのミスだったりとか点数にはならないんですけど、そういうちっちゃなミスをなくしていってほしいと思いますね、はい、これが続くとやはり大きなミスになってきますからね、はい、さあプレステージはレフトから反応、もうかなりあの高いブロックが来ていたの で、 ですよね、はい、ちょっとトスも近かったのかな、はい、なのでうまくブロックアウト狙いましたね。そうですね、はい、反応がマークとリバウンドプレーを見せました。さあプレステージが連続ポイントで2対0とまずこの第2セットリードを奪っています。中央から、はい、11番の宮本、2シーズン目、レギュラーシーズンは12試合の出場でしたが、その伝送のサーブ、4番の工藤、2枚のブロック拾えるか、プレステージ。いいですね、あのブロックっていうのはもうチームの士気がすごく上がる点数の取り方なんですよ、もう相手のブロックアタッカーを止めたっていうことで、はい、それでどん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 勢いが出てくるので、なるほど、はい、もっともっとブロック出たら勢い出ると思います、はい、さあこれも相手の丸本広いプレステージ、さあどう攻めてくる、バックアタックだ、4番工藤、余裕が出てくるとやっぱりいろんな攻撃が、そうですね、はい、多彩ですよね、はい、できるので、はい、もう相手としてもどこ絞っていいのか、ブロッカーがどこ絞っているのかわからないですもんね、はい、まあ、それぞれの選手が自分の仕事をきちんとすればやはりそういったチームの余裕というのは生まれますよね、はい、本当そうです、はい、一人でもサボったら、はい、本当ダメなんですよ、うん、さあここもブロックだ、シーサイドアウト、ブロックを利用して、はい、本当にあの1点1点先に先に決めよう決めようっていうあの焦る気持ちではなく、はい、ちょっとあの、まあ、言ったら遊んでやろうみたいなことを考えながら、まあ、それも余裕っていうそれぐらいの、ね、はい、ゆとりがね、はい、あった方がいいということですよね、はい、3対3となっています。これもセッターと合いません。一方のプレステージ、丹野、ここは佐藤綾、コンタクトはタッチネットありましたね、タッチネットですか、うまく攻めたんですが佐藤へタッチネット、ポイント連想、4対3と初めてリードの第2セットです。ダブルコンタクト、プレステージにミス、もうここですよね、あの本当に今自分たちは何をすればいいかということを、はい、まずは次の1点できちんと返した
佐藤彩が打ち込んだメッセージ。もちろん佐藤今みたいに本当に粘って粘ってボールを落とさなければいいので、はい、もうそれだけは相手には、はいはい、負けずにまずはこう食らいついていくというね、はい、守備が必要です。プレステージサーブは佐藤、強烈なジャンプサーブ、タイミングがちょっとずれました。伝送坂本なんとか返しています。さあプレステージはチャンス、バックから2番の佐藤が止められました。今もう一度あのフォロー、ブロックフォローしてほしかったですね。そうですね、はい、その体勢はできていたんですが、このシーンです。さあ6対4伝送、さあそしてサーブ得意の丸本だったんですが、ここはブロック、さあ逆です。まあ、今みたいなちょっとタイミングをずらして、自分のベストのタイミングで打つと今ブロックが2枚来てて捕まると思ったので、はい、少しだけタイミング遅く打ってブロックのタイミングを今ずらした、はい、すごいあの頭を使ったプレーでしたね、ええ、これはエンドライン割っています。サーブを強化したというプレステージ、チャレンジ2、伝送3番の坂本、さあ塩原石ブロックはつけない、しかしこのボールを拾っています。伝送これはチャンスです。プレステージ、中央から佐藤彩、一方は丸本、したのか、なるほど、今本当お互いにいいラリー続いたんですけどね、はい、センターラインを越えてしまいました。丸本切れるか、伝送、さあここは丸本がちょっと打てない、一方はプレステージ15番の浅川、そのシーンです。しっかりあの相手の今あのセッターの、はい、田原さん、田原選手が、はい、まあ、あのブロック低いので、まあ、どんどん田原選手の方にストレートに、はい、狙ってます、はい、狙ったサーブはアウト、連勝8対7。連勝サーブは石井です。ふわっとしたボール、移動してタイミングを測って打っていった、今も田原選手のボールすべてですね、十分引きつけてここですね、うん、いいコース、はい、さあ8対8となりました。プレステージ追いついています。佐藤中央から狙って打っていった坂本、今もあのバックアタックの準備してた選手が2人もいましたもんね、どちらでもというね、はい、そのシーンです。またあの2人がしっかり準備するところがいいですね、はい、3番石井と18番丸本、バックアタックの体勢決めたのは3番のこの坂本七香、しかしポイントはプレステージ9対9、出だしはプレステージがリードで始まりました。この第2セットです。
拾えない、つながらない。桜井さん、ここはどういう、こう試合の流れと見たらいいんでしょう。今お互い1セットやって、でメンバーもお互い変わってないので、はい、相手がどんなプレーをするかっていうのはお互いに分かってきたと思うんですよ、はい、でその上で、まあ、先ほどプレステージも自分と当たるストレートのセッターのブロックが低いからストレートを狙うとか、あとまあそういう次は、組織的な点数を取るためにいかにどう攻めたらいいか、相手の弱いところをいかに狙っていくかっていうのが、大事なところですね、はい、あとまあもう一つ大事なのはサボらない、自分の仕事をサボらないということが大事だと思いますね、うん、サボったらそのやられるというね、はい、怖さ、はい、ありますよね、はい、さあブロックにつけませんでした。プレステージ今のもやっぱり1本目頑張ってあげたんですけど、次がつながらないって、はい、あれがすごく、ね、はい、もったいないですね、はい、ナイスなんだけど一つだけやっぱりつむけど、さあでタイムアウトです。消極的なプレーをしたらそれだけはダメ、どちらがこう誰が取るかっていうのがちょっとあやふやになってしまったので、うん、そこで周りから声を出してあげたり、誰が取ってとか声を出したりしてあげるとすごく動きやすいと思うので、誰もいないの分かってるんだから、そしたら頼むんだったらそこで頼むって言ったら全然 OK なんだけど、無言なのよね、それはダメ、いいかしっかり言う、はい、あとはしっかり1本ずつアウトジャッジしたいの、ジャッジアウトしたいの、フォローお願いします、フォローフォローフォロー、しっかりとこう声を出して今ね確認することと、そうなんです、ボールをみんな上を見てるので、はい、声っていうのがすごく大事なんですよ、耳を使うっていうのがすごく大事 で、はい、でそれを何も言葉を発しないとお互いどこにいるかもわからないので、それをちょっとボールを触ってる人間じゃなくて周りの人間がちょっと声をかけてあげると、はい、すごく動きもまた変わってくるので、それ触ってない人間が重要なポイントになると思います。なるほど、はい、まあ、とにかくいいチーム、強いチームを作っていきたいという北原勉監督、海外での指導歴もあります。まあ、その経験が生きていると話しているこのプレステージでの采配、10点目がそのプレステージに入りました。中と連想2ポイントのリード、丸本、ここもやはりしっかりとこう打ち分けてきます。ああ今、はい、手首を使ってコースの長いところを、はいはい、狙っていきましたね。そうですね、はい、一番こう相手がね嫌がるところ、拾えないところ、うん、はい、しっかりと丸本が狙っています。ポイント連想13点目、レステージもしかし今ブロック1枚になりましたからね。そうですね、ポイントを返しています。11対13、レステージもここはしっかりとついていかなくてはいけないですね、はいはい、今は我慢の時ですね、佐藤彩、ここはタイムが、ああダブルコンタクト、プレステージ痛いミスです。14点目が伝送に入りました。伝送は16番の堀江が入ります。堀江彩4年目の選手です。ブロックの上、ここはうまく決めました。プレステージ12番の佐藤理香、今中川選手もいい反応したんですけどね、はい、そのシーンです。
から佐藤ネットを越えません。佐藤綾この人にやはりボールが集まります。チャレンジ2では昨シーズン総得点でランキングトップ366ポイントを叩き出しています。1セット平均 5.88 というね、決定本数です。中央からもうすぐ押し合い。さあこれは待っていた4番の工藤、今もあのブロックを利用した打ち方で良かったですね。そうですね、さあ16対12、その差を広げつつあるデンソー、コンタクトボールタッチはありました。ポイントプレスへ13点目。今空中で体の向き変えてますね。進行方向と入ってくる方向と体をひねるって、やっぱりあのレシーバーとしてはえこっち来るのみたいな、驚いちゃうみたいな、ちょっとこう予測がつかないですね、さあこれはチャンスボールが返ってきた。デンソー3番です、坂本。もうあえてリベロがもう1本目取っちゃうとアタッカーが5人いることになりますよね。あ、なるほど、4人ですね、4人になることになりますよね、まあ、どこからでもやはりね、狙えることになりますね。これもサーブから崩しています。今プレステージはちょっと我慢、そうですね、はい、ちょっと我慢のところですね、はい、この状況を見た北原監督、プレステージがタイムアウトを取ります。このセット2回目、まあ、ここがやはり今山場という北原監督の判断ですよね、このタイムアウトは ね、 そうですね、あのちょっとミスがあの出てきて相手に決められる点数ではなくて、はい、自分たちがミスして相手に点数やっている場面がちょっと出てきてしまっているので、はい、ここはちょっともう一度みんなで、声をかけ合って、立て直して戦ってほしいと思います。なるほど、ここは円陣の中で指示を与えずに選手同士で今ね話をさせていました北原監督。まあ、JT でのコーチも経ましたし、まあ、そのプレミアでの経験をやはりこういった自分の経験、まあ、経験のない選手だけにどう植え付けるかというのがね課題だとも話していましたが、一つ一つこうチームを作っていくのが楽しみだと話していました。そのプレステージ、サイドラインに回っています。思い切って狙ったんですが佐藤綾、19点目が伝送に入っています。ここで4番の松を入れましたね。そうですね、はい、6月にあの群馬銀行から入ったばかり、はい、セッターです。9人制バレー出身で、まあ、その後は6人制プレーをしています。ちょっと遅れているステージ、前走は4番と20点目が入りました。少しちょっとプレステージのがミスが目立ってきましたね。で北原監督の言っていた声が出ないというね、ちょっとこう仲間同士意思の疎通がないか。あー、これもサイドありましたね。さあこれをきっかけにできるかどうか、プレスへ14点目。前走は6番の鈴木優子、リベロで入っています。さあここから追い上げられるかというプレステージ、バックから
16番堀江。伝送は本当に誰が出てきても、はい、素晴らしい活躍して、もう人材が豊富ですよね。やはり降格を味わって、その危機感というのをね、誰もが持っているはずですよね。今年にかける、今シーズンにかける思いの伝送エアリーグス。ポイントはプレステージ15点目が入りました。ブロックの指先を狙ったもいい打ち方ですよね、はい、挑戦しています。このプレステージポイントは伝送。伝送もちょっとここで気を使わずに、ね、はい、最後まで、はい、畳みかけるかと、一気にこう勝負を、ね、つけられるかどうか、はいはい、NEC、デンソー、柏、そしてこのプレステージインターナショナル、グループ D は4チームで争います。デンソーはあの NEC との対戦が、ね、予選リーグはありません、はい、前の試合では NEC がやはりチャレンジリーグの柏に苦しみました。エンドラインアウトです。そうですね、どうしてもあの点数が離れてしまうと自分が決めなきゃって肩に余計力入っちゃうんですよね、そうするとまたミスが出ちゃうっていう風になってしまうので、あの決めなくちゃって、もっと目の前の、はい、ことに集中することですね。なるほど、はい、これは余裕を持って見送りました。ポイントプレステージ、さあここでプレステージは12番の佐藤理香が入ってきました。サーバー10番の三沢です。思い切って振った。今度はもう一度3番の坂本を使ってくる伝送です。さあプレステージ佐藤綾拾う、これは鈴木優子、ラリーが続く、粘るのは入っている佐藤綾、これはいいスパイクです。ですね、本当にお互いにすごくいいラリーが続いたんですけど、ああもうギリギリですもんね、ねえ、ちょっとこう気持ちが今乗ってますね、気持ちをプレーに乗せました佐藤綾。プレステージ、いやしかし伝送も坂本です。流れは渡しません。コートに入っています。プレステージ、さあマッチポイントを迎えている伝送、あっと最後はダブルコンタクト。第2セットは25対18、ご覧のように第1第2セットを伝送エアリービーズが取りまして、グループ D 初戦チャレンジ1のデンソーエアリービーズがチャレンジ2のプレステージインターナショナルアラン・マーレを下しています。第2セットは序盤プレステージが走るかなと思ったんですが、デンソーが盛り返しましたね、はい、そうですね、はい、最後プレステージが我慢できずに、自分たちの最後はちょっとミスだったので、相手にやられたのではなく自分たちのミスだったので、ちょっともったいないな、悔やまれると言いますかね、はい、はいはい、途中まであの本当に同じあの力で僅差でやっていたので、それが最後まで続けば面白い戦いにはなるかなと思ったんですけど、はい、どうしても最後我慢できずに自分たちと自滅という形になってしまいましたね。でも次本当にあの次の試合に向けて、はい、今の試合の反省をぜひ生かして戦ってほしいですね、まあ、そういった意味では技術の差はこう確認、その差が、ね、少しずつ縮まっているという確認はできたにせよ、はいはい、最後はどうですか、
桜井さん、気持ちの差がこういった勝負になったんでしょうかね。そうですね、はい、まあ、あとは、まあ、どうしても気持ち焦っちゃったというところもありますかね、はい。まあ、あと伝送としてはやっぱり変な自分たちはもうチャレンジ1、まあ、昨年シーズンまではプレミアのチームだったので、そういうプライドをもっともっとそういうプライドもあったと思いますし、お互いの気持ちの差がちょっと最後点数になっちゃったのかなと思います。はい、放送席、はい、どうぞ。インタビューです。勝ちましたデンソーエアリービーズ18番丸本美桜選手です。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合振り返ってみていかがだったでしょうか。ずっとこのサマーリーグに向けて練習してきた今シーズンはコンビバレー、早いコンビバレーっていうのを課題にやってきて、今まで練習してきたんですけど、まだ少し合わないところもあったんですけど、チーム全員で思い切ってそのやってきたことを出したと思います。ご自身のこのサマーリーグでの目標というものは何かありますか。私自身はあまり試合経験がないんですけど、もう思い切ってプレーをしていくっていうことだけを意識して精一杯やっていこうと思ってます。このあと一試合間を挟んで2試合目がありますけれども、その次の試合に向けてそのコンビバレーの完成度とか上がっていくかと思いますが、改めて意気込みをお願いします。この夏、やってきたことをしっかり出していったらしっかり勝っていけると思うんで、チーム全員で全力でやっていきたいと思います。ありがとうございました。デンソーエアリービーズ丸本美桜選手でした。さあ、まあ、攻守にわたって活躍を見せた丸本選手、まあ、コンビバレー、まあ、そういった中でも課題を見つけたという今日の初戦でしたけれども、改めてその前走のバレーどんな風に振り返りますか。確かに丸本選手が言っていたようにコンビ、まあ、前衛だけでなく後ろのバックアタックも含めたコンビっていうやろうって言った、姿勢がもう何回も何回も見られましたし、レフトの速いバレー、速いトスっていうのも見られたので、そこがちょっとずつ、試合を経験するによって息っていうかあうんの呼吸みたいなのも出てくると思うので、まだまだこれを、満足せずに次の試合はもっとじゃあこれやろうこれやろうっていう風に自分たちに課題を与えて、1試合1試合成長していってほしいと思います。はい、ではデンソー対プレステージ、この試合をハイライトで振り返っていきます。第1セット、まあ、デンソーがこの今インタビューにあった丸本がサービスをね、うん、連続で決めて、これで一気にこう流れをね、はい、デンソーに持ってきました。はい、まあ、それまでお互いちょっと体が硬かったんで、ね、はい、これでデンソーの方はちょっと余裕が、ちょっと心に余裕ができたかなと思いましたね。はい、3本連続のエース。そしてプレステージではこの佐藤綾ですね。ブロックを利用した打ち方がとてもうまい選手なので、はい、1本で決めようとせずに何本も何本もやったら、まあ、確実に決まっていると思うので、うん、焦らずに一本一本確実に粘り強く、はい、やってほしいと思います。なるほど、まあ、一時は点差を2点3点まで詰めたんですが、第1セットは25対17でデンソーが取りました。代わって第2セット、まあ、出だしはプレステージがポイントを重ねたんですが、大事なところでこのブロックね、坂本2本出ました。デンソー、あと、まあ、先ほども言ってたコンビが、まあ、だんだんと増えるようになりましたもんね。はい、坂本のバックアタック、プレステージもこの戸田のスパイクなんとか粘ったんですが、最後は大事なところでタッチネットがありました。ご覧のように第1セット25対17、第2セット25対18で
チャレンジ1のデンソーエアリービーズがチャレンジ2プレステージインターナショナルアラン・マーレを下したという試合、全日本女子元代表の櫻井美香さんの解説でお送りしております。櫻井さん、はい、まあ、非常にこうデンソーにとっても大事な初戦、緊張感ありましたが、はい、まずはこう無難なスタートと言っていいんでしょうか。そうですね、でもこれでホッとせずにもっとどん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 完璧なバレーを目指してほしいと思います。はい、まあ、今日の2戦目が非常に注目されるということになりました。プレステージも2戦目なんとかこの粘りを見せてほしいですよね。はい、先ほども、はい、NEC は柏に1セット取られているので、はい、プレステージもどん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 穴は、攻められると思います。はい、2016 V サマーリーググループ D デンソー対プレステージはセットカウント2対0でデンソーが勝っています。解説は元全日本女子の櫻井優香さんでお送りしました。櫻井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。